しょう。ん。なんで起こしてくれへんかったん。は。お母さんは何回も起こしましたよ。起きてへんから意味ないやんそれ。何言っと。お母さん今日4回起こしました。4回起こしに行きました。わざわざあなたの部屋に足を運んで。回数とかちゃうから起きてへんから。は。何言っと。お母さんはあんたに起こしてて言った時間に何回も起こし行ったよ。ね、1回目行って2回目行ってもう最後の1回よって、これで起きんかったらもうお母さんは知らんけんねって言うたまって起きにこんかったけんね、泣きの1回と思ってもう1回起こし行った。そしたらあんた何て言ったと思う。もう起きるって、うるさいな、逆切れされたけんね、何回も起こし行ってさ、もう起きるって言おるやろ。その後もう一回起こし行くと思う？その後二度寝三度寝四度寝したのはあんたでしょ。お母さんあんたの目覚まし時計じゃないとたい？かってなんか腕とか引っ張って起こしてくれてかって。は？起こした？あんた一回目覚めた？分かった分かった、起きるって言うた？そらね、学校とかね、野球の練習だったら起こしたかもしれん、無理やりでも。待って今日休みだろたい？ね、ただのあんたの遊びの用事だろたい。知らんよお母さんそやんと。ああ遅刻や。知らんよじゃん、待ち合わせしてたのに。知らんって、ほんとだいたいお母さん頼むとか間違い。もうお母さんこれから起こさんけ、自分で起きてね。目覚まし時計もね買ってやっとるでしょ、いいのばね。それでも起きんとだけ、それは多分お母さんが起こしてくれるという安心感があるけん起きんとやんたね。これでね、楽しみにしとった遊びがパーになったなら、この1回でいやーって、もうこれから自分で頑張って起きようと思って頑張って起きたら、もうお母様当てにせんで。なんで頼まれてさ、しっかり起こしたのにこうやって怒られなくいかんわけ。どうせ大事した用事じゃなかったでしょ。あんたね、本当に楽しみにした用事の時はね、お母さんが起こさんでも起きてくるでしょ、自分でね。ってことはあんた起きれる力あるってことだね。なんか野球部で合宿行くときとか修学旅行行くときとか、なんかあんた楽しみがあるときはお母さんが起こさんでも自分で起きてくるでしょ。ってことはあんたは起きる能力はあるわけだ。でも学校とかね、野球の練習のときはお母さんが何回も起こすまで起きんね。なんか今日はそんな大した用事じゃなかったんじゃないと、高橋と一緒にゲームするとかね、ケンと龍樹と釣り行くとか、それぐらいのレベルじゃないと知らんけど、でもお母さんは4回起こしました、そこだけは間違いありません。あんたも知っとるはず。目覚ましで起きて、うん、目覚ましで起きて、もう言ったけんね、もう自分で言ったけん、お母さん聞きました、これからお母さんに起こしてて言うてこんでね、絶対水曜日してあんまどんどんやったらあかんね。チャンネル登録よろしくね。